伊予上水道伊予上水道は愛知県豊田市の伊勢上峠にあるトンネル。通称として旧伊勢上トンネルとも呼ばれる。1897年11月竣工。開通当時の荷物輸送の主役であった飯田街道の伊勢上峠に建設された全長308メートル、高さ3.3メートル、福音3.15メートルのトンネルで標高705メートルに位置する。 断面の大きさは軍隊の大砲が通過できることを基準としたという。また、当初はレンガ作りのトンネルとして設計されたが、現地の地層や湧水による崩落の可能性から石像のトンネルに変更された。トンネルは加工岩作りでルスチ近積みの不柱にセリー石を二重の馬蹄型に組み上げた断面形状をしている。2000年9月26日には、 国の登録有形文化財となった。このトンネルの完成によって入馬車の往来が可能となったが、モータリゼーションが進んだ昭和30年代には荷物を満載したトラックがトンネルを通過できず、現地で一旦2を下ろしてから通り抜けたり、定期バスが重りによって車高を低くしてから通ることもあった。1960年に現在の伊勢上トンネルから無料開放。 延長1245メートルが開通したため、この古いトンネルはほとんど使われていない。なお、トンネル東側には1917年に作られた、旧軍海橋がある。2020年に行われる予定だった WRC ラリージャパンにおいて、本水道を含む区間を SS1 と4、伊勢神トンネルとして指定したが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、 開催はキャンセルとなった。ありがとうございます。